初めまましして木小作と申します普段は国立研究開発法人海洋研究開発機構の気象学者として研究論文を書いたり本を書いたり学会を運営したりしている46歳のびざかりです。さあ今日はですね第19回地球環境シリーズ講演会極端現象豪雨をもたらすものというテーマですので僕自身もあえて極端で あろうと思っています極端現象というのは言い換えると社会的影響が非常に大きい現象のことですその極端現象について理解しようとしてくださっている参加者の皆さんと知的な影響が非常に大きい時間を作っていけたらと思っております。 そこでまず僕がお話しするテーマなんですけども春と夏の間にあるあの季節そうです梅雨の極端現象についてから考えてみたいと思います極端な梅雨の豪雨がなぜ起きるのかということなんですけどまずそれについてモテキ工作はどの程度考えてきたのかということを最初に自己紹介として 話したいいと思います僕はちょうど10年前の2012年に「梅雨前線の正体」という一般向けの解説書を出版しました。これは梅雨について研究している茂木工作の正体を全部さらしたっていう内容になってるんですけど読み進めていくと僕が学生時代から梅雨について勉強したことを一つずつ一緒に学べるようになっているという構成の本です。 それ以来ですねテレビ取材とか公園とか学校での授業などで合計50件ほどは梅雨の豪雨についてお話ししてきましたので今回も極端現象のうちの一つの「梅雨の豪雨」という文脈では改めて「梅雨って何なの?」という根っこから僕も一緒に考えたいなと思いました。 そして僕の話のゴールは次のスピーカーの加藤輝幸さんが解説してくださる線状降水帯なんか最近ちょくちょく耳にするようになった言葉ではあるんですけどもそれについてもっと深く理解したいと思うための土台を作ることが僕の役割だと思っています。ということで土台として分かっておきたいことは梅雨の雨のが長続きすする理由ですね最初に結論ファーストで答えを言います。 それは梅雨前線が停滞するからですねでもこれだとちょっと分かった気にはなれなくないですかでじゃあなんで分かっていない感じになっちゃうのかこれってどういうことなんでしょうかもう少しですね言葉を分解してみますね。ととはは前線とはなぜ停滞するのかっていう3つのパートに分けて。 順番に理解を共有していいきたいと思います特に最後の「停滞する」という特徴こそが極端な豪雨を引き起こす根本的な原因なので一番重要なポイントになります。まずははじめに梅雨とは何でしょうかよかったらね皆さんの思う「梅雨とはまるっていうコメント欄にね書いてみていただきたいんですけどいかがでしょうか 地域によっても当然違いますし雨に注目するのかとか湿度に注目するのかとか風に注目するのかいろんな見方がありますし今の自分にとってはこう思うっていうのはそれはそれでね全部正解ですということなので、えー、皆さんそれぞれコメントをいただければなと思います。これ自分ねあの良い悪いい悪はないんでですけどまず自分で 書いてみるっていうことが理解を進めるための第一歩だというふうにお考えいただければいかがでしょうかではですね僕の見方はこうですということを話ししていきますね梅雨入りから梅雨明けまでが梅雨ですっていうこれはねそれはそうだよねということなんですけどもですがまたはこうも言えますよねと いうことも考えてみたいと思います梅雨とは日本固有の雨季だという答えもできるんじゃないでしょうか固有っていうのはどういう意味でしょうか普通の雨季とは明らかに何かが違うっていうことなんですけど日本以外にも雨季って実はいろんな場所であるわけですね でそれはどういういものか。一般的には日本じゃない場所でいろんな雨季がある地域っていうのはあるわけですよね。東南アジアに行けばあの大体雨季があると思います。一般的にはほとんどの地域において雨季って寒気と対になって表現される季節なんですよね。つまり季節風といってですね 季節によって風の向きが大きく変わるという結果として訪れるのが雨季だ、まあ、そういう季節だということですねつまり陸から吹いてくる風に対しては寒気なぜなら水蒸気が全然陸からは運ばれてこないですから雲ができにくいということですねで逆に海から季節風が吹いてくる時期に関しては どんどん水蒸気がやってきて雲ができるので雨季になるとこういうふうに非常にシンプルに考えることができますよね。一方で日本の雨季っていうのはつまり梅雨っていうのはどういうことでしょうか日本の場合はですね寒気っていいうのは基本的に言わないですよね年中ある程度雨が降りますよね。で その中でも特に夏の手前でえらく雨の量が増えるなという意味の雨季になっているのが梅雨ということですなんでそうなるのかというと季節風の向きが単純に変わるっていう話ではないんですねこれは原因が全く違うということになりますで、単なる季節風の向きだけでは説明できない 梅雨前線が停滞するから訪れる雨季っていうのが梅雨だというふうに見れると思います。なのでこの時期に極端な豪雨が起こるという原因を探るためにはですね日本固有の条件である梅雨前線の正体を研究する必要があるということが言えますよね。 では次になんですけれども梅雨前線とは何でしょうかとこれもあの基本的には言葉としては聞いたことがあると思うんですね。これもととは〇〇と いうコメント欄をぜひ書いてみていただきたいんですけどいかがでしょうかこれ言葉は皆さん知ってるとは思うんですよねで、えー、捉え方はこれも意外と様々で僕いろんな人にもよく聞いてきているんですけど割とばらつきますし確かにそうも言えるよねっていう話がすごく多いんですねいかがでしょうか 是非ね遠慮なく書いてみてほしいなと思うんですけど僕の見方は今日のこの話においてはこういう見方をしながら進めますねっていうことでえ次お話ししていいいきたいと思いますそれはですねバイ前線線とは2つのの高気圧の境界線ですっていうふうにめちゃくちゃ大きく見ます。 これはだいぶ急にですね領域が広がってズームアウトした感じになりますねまず南側にあるのは何か分かりますでしょうかあの夏の高気圧と呼ばれるやつですよねこういうやつです太平洋高気圧つまりこれは中学の地理でいうところの亜熱帯高圧帯っていう言葉があるんですけど 思いい出していただくと、つまり熱帯はですね大体なんとなく低気圧になっているのでそれに対して相対的にこの20度付近の、北緯20度付近の移動っていうのは大体高圧帯になるよとでその一部として非常に大きな高気圧が夏には現れるよねというのが太平洋高気圧なんですね。だから亜熱帯が高圧になるというのは日本固有ではないですね。 他の地域でも亜熱帯は大体高圧になっていて移動に応じてできているのでこれと似ているものっていうのは例えば大西洋であるとか他の地域でもあるということになりますじゃあ一方でですねこっちはですね冷たい地面ですとか冷たい海。 に冷やされることで空気が重たくなってできる高気圧ですつまりこの北側の高気圧の存在っていうのが日本付近の地理的条件としては特に固有の特徴を示しそうだということはわかるかなと思いますだから春と夏の間に梅雨という浮きがこの地域固有に到来するというのは このよううな関係ででで起きているんですね。どうでしょうか分かりますか季節風の向きが変わって雨季と寒季が交互に来るということとはちょっと話が違いそうですよねと原因も全然中身も違うということがここまでで感じていただけるでしょうかさあそれではですね3つ目の疑問は覚えてらっしゃるでしょうかそそうです。じゃあなぜそれが 停滞しちゃうのかっていうことなんですね。これが非常に厄介なことなんですけど停滞しちゃいますと雨の量が1箇所でどんどん増えてしまうのでまあ被害も大きくなってしまったり極端なことが起こってしまったりとじゃあこれなぜ停滞するのかっていうのはもしねあのこうじゃないかと。 思うことがあれば、ね、ぜひ遠慮なくどんあの話してる間いつ書いてもらってもいいですし感想などを書いてもらっても全然構いませんのでどんどん書いてください。何でも、OK、ですで僕ならこう思いますってことを話していくので皆さんもどう思うかをどんどんリアルタイムで遠慮なく書いていってみてください。さあということで「南北の2つの高気圧が共に動く理由仕掛けがそもそもないじゃん」。 ということなんですよじゃあその間の境界線っていう意味での梅雨前線は動けないじゃん。南は亜熱帯という井戸で固定された高気圧ですよねで風に流されて動くということはないですし熱帯の対流活動の強弱に対して月を追うごとに徐々に張り出すとかそういうことはあるんですけど1日単位で出たり消えたりはまずしません。じゃあ北側は 冷たい海で冷やされてできているので地名が高気圧の名前についていますよねつまり場所って動かかなないいじゃないですかよほどの力が別になければ急には動かないからこそ地名がついているんですよねこの辺の高気圧というのは、まあ、そういうことです。ということで最初に挙げた3つの問いに対してはですね一旦「 僕の考えとというか見方をままめておきますね。一つ「梅雨とは日本固有」の雨季だという答えです。固有ってことは普通の「雨季」とは明らかに何か違うよねとここだけは共有できるんじゃないかなと思います。そして梅雨前線とは2つの高気圧の境界線としてこれからの話は見ていきます。 いう僕の立場ですでもう一つ三つ目なぜ停滞するのかというのはそれは動く理由がないから結果的に停滞してしまっているということですこれはですねあの、うん、説明なのそれはというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんがなるほどまあいいだろうそれはそうだとしようということでとりあえず置いて次に 話させてもらいますでも待てと今日は極端現象の話ですと早く豪雨の話をというふうにねあの皆さんそろそろ思っておられるんじゃないかと分かっております、えー、皆様の声はね届いておりますのでいよいよ迫っていきたいなと思います極端現象のも,うもはやね四天王の一角を不動のものにしているですね豪雨 梅雨前線で起こる豪雨ですねこれ何が梅雨の豪雨をもたらしているのかっていうことなんですけどそれが戦場降水帯といいうもものがもたらしているこれ聞いたことある言葉を知ってるという方どれぐらいいらっしゃいますでしょうか是非ねズームの方はハートマークとかあの押していただけますと。どれぐらいの人が知ってるのかっていうことを僕らもねあの把握できると。 あの今後の取り組みのためにもね参考になります。ぜひお願いします。コメント欄でも教えていただけると嬉しいです。YouTube のねライブ配信の方もいらっしゃると思いますので、で、もっとちゃんとした図にしていきますとですね、こういうレーダーウイルオ分布 っていうのは見たことがありますでしょうか。これは2年2年前の熊本豪雨と言われる災害を引き起こした直前の雨の分布を示しているんですね。赤とか黄色で示す場所が雨の非常に強い場所で、これが横に線状に伸びているのがわかると思います。これが線状降水帯と呼ばれるものなんです。で、この線状降水帯が ずっと雨を1か所に集中させてしまうのでこうした熊本豪雨のようなです、ね、過去に経験したことがないようなとてつもない量の雨を降らせて川が氾濫してしまったり土砂が崩れてしまったりという災害につながってしまいます。 つまり熊本豪雨っていうのは極端現象そのものだと皆さんもお共有いただけるんじゃないかと思いますね。でその極端さの本質っていうのは何かっていうととにかく熊本だけに長時間集中して強い雨を降らせ続けてしまうっていうことなんですよ。そっていうのは一体誰なんだと。 言うとそれが線状降水帯と呼ばれるものだということで非常に今ねあのニュースなどでもちゃんと言葉を説明するようになってきたわけです。で真横からその構造を見たイラストなんかを見たことがあるでしょうか積乱雲がですね延々に一列に並び続けますよという仕組みがあってですねそれは詳しくはこの後加藤さんがたっぷり解説してくださいます。 ということでここではこれ以上を戦場降水帯の仕組みにはあのー、迫りませんけどもとにかく停滞せずに戦場降水帯が通り過ぎるだけだったら極端現象にはならないんですよしかしなぜ停滞してしまう時があるのかっていうのが問題なんです でだからここの理由については僕の方でこれからさらに掘り下げていきたいなと思いますその原因の一つとして僕の研究で一番強調したいのがですねこれ聞いたことある人いるでしょうかあのもし知ってたという方がいらっしゃったらですね是非レスポンスをいただけると嬉しいんですけどもしそういう方がいらっしゃいましたらですね相当ですね もしれません、ね、<laughs> はいもし実はですねこの梅雨前線を停滞させる北側の高気圧として航海に現れるものが九州の豪雨には非常に重要な役割を果たしているということでちゃんと論文で名前を付けたのは僕なんですよ。でこれはですね梅雨前線が停滞するか北上するかもし気になった ただこの公開高気圧に注目してみてくださいねっていう内容の論文なんですけどこの公開高気圧は全員に今日ね名前を覚えて書いてほしい僕が一番大事だと思っている結論そのものですので是非覚えて書いてください実際先ほどに出した熊本豪雨の時ってじゃあ実際どのような感じだったのかというとですねえ梅雨前線はですね熊本豪雨の後も これめ実はすごく重要なところなんですけど熊本豪雨が起こったあとも梅雨前線が26日間も停滞し続けていたんですね。26日日間って7月にバイオ前線が停滞する期間とし日数としてはもう極端なんで,すよでこれは熊本豪雨自体も極端だったわけですけど7月4日のその瞬間においても極端だったんですけど。 バイら梅雨前線がその後26日間停滞するっていうこと自体も極端に長すぎるという話だということですね。じゃあ何でそんなに極端に長く停滞するのかつまり極端に重ねて極端が起こってるよとそれ被害も極端になりますよねということが繰り返して何度も起こってしまったのが2020年の梅雨だったんです。で例えばですね、こうそれが 原因として高海高気圧のせいだったんじゃないかというのが僕が今日ねこれから掘り下げていきたいことなんですけど天気図でまずね一体どのような具体的にどんな感じのものなのかとこれはですねこれは中国大陸朝鮮半島日本があって で等圧線と前線記号がちゃんと書いてありますけど後海の領域に H というマークがずっと現れ続けていたんですねこのの H といいううは高気圧という意味ですこれが僕が「黄海高気圧」と名付けているものなんですけどもこの位置をずっと追いかけていれば梅雨前線が北上しそうなのか南に行きそうなのか停滞しそうなのかすぐ分かるよということなんです。 で結果として熊本豪雨がこの3日後の7月4日に起こった後も、前線はですね、異常なまでに長期間停滞したという事実があるんですね。でその原因を考えてみると、高海高気圧が異常に長期間 停滞していたからだ、つまり消えなかったんですね。消えれば梅雨明けするんですけどそれが起こらなかったということを今まさに今僕は研究論文でで書いていてるところなんです。だからそれをさらにもう一歩掘り下げていきたいと思うんですけどもどうやらこの高海高気圧すごい大事なんじゃないかとなんで高海高気圧が長期間停滞したのかということが次の疑問になりますよね。 そんなにむあのー、すぐシンプルな問題なんじゃないかなと思うんですけどこれはですね航海の海面水温が例年よりも異常に低かったからだったということがわかったんですこれがその図なんですけどこれは海面水温の分布を統治線で表して青い色は例年よりも低い水温ですよと いうことを示していて、赤い色は例年よりも高い水温ですよ。ということを表しているんですね。こうすると、後悔だけが極端に水温がひいつもより低いよという。図になっているのが一目でわかると思うんですね。つまり、公開高気圧っていうのは冷たい。後悔の水温で冷やされて発生すると。 いう原因なので例年よりも水温が低ければ低い分だけその分どんどん停滞しやすくなってしまうんですねつまり後海が異常に冷たかったせいで黄海高気圧も異常に長期停滞したから梅雨前線が26日間も停滞してしまった。 そして気象庁の人もですねこんな年は過去に経験がないとニュースで本当に驚きで話すほど異常の度を超えるというぐらいのですね結果になっていたということなんですね。それはですねつまり原因として考えられるのは高海高気圧の停滞する期間が異常の度を超えて長かったからだと説明できるわけです。 このようにですね、まあ、極端現象というのは一つ一つ起こっていることを観察するとそれはひ、まあ、非常に自然なことで起こりうることいつも起こっていること簡単にそれはそうだとわかることばかりなんです。全部当当たたりり前前とといえば当たり前のこと ばかりなんですけどもそれが普通にはありえないほど全部悪い条件の方で結びついてしまっていた時に豪雨というものをもたらすという結果をもたる結果につながっていてその被害が起きて初めて極端だと僕たちは認識することになるんですね。なんですけど 実はこれって極端になるんじゃないかという条件はその数日前もっと前あるいはもっと前に少しずつ極端な特徴っていうのが必ず結びついて起こっているということがたどれるということなんですね。そしてその最終的な現象として引き起こす実態としては知っておくべきものが線状降水帯と。 いうことなのでこれは加藤さんが次にたっぷり解説してくださいますで、最後に僕の話で一つだけとにかく絶対に覚えていただきたいことはこの高海高気圧という新しい主人公がいるっていうことなんですねこの新しい主人公の振る舞いを追いかけていれば梅雨前線が停滞するか否か北上するか否かという動きが誰でも本当に簡単にわかるようになりますと いうことですということで今日僕がねお伝えしたかった春と夏の間に梅雨前線梅雨の雨が長続きする理由は最初はね梅雨前線が停滞するからそれはそうだっていうことだけを言ったんですけどももうこの発表を通じてもう一歩掘り下げるとすると梅雨前線が高海高気圧の存在によって で停滞し続けるからだということが本当に研究した結果として言えることなんだというのが僕の本当の結論です。ということで以上今日ご参加くださった皆さんの理解にですね少しでも貢献できていたら嬉しいです。この後の講演でね、何がどうつながるかも考えて聞いてみてください。ありがとうございました。